お、戻ってきたか。今夜はあんたら客人のためにスペシャルメニューを用意してあるぜ。お、美味しいものまで用意してあるなんて。ノビア、いや、ボス最高だぜ。メインディッシュだけじゃなくてデザートもあるぞ。いいか、これは全部オイラのだからな。ふぅ、昼に会ったことを一瞬で忘れられたぜ。おや、この声はまさか。あ、あなたたちどうしてフォンテーヌにいるんです？あのですね、道中で誰に会うかなんて水浦の番でいちいち占ったりしませんから。モナがフォンテーヌにいるってことは、お前やっぱりフォンテーヌ人だったのか。フォンテーヌには用事があって市内にホテルを取ってあるんです。今日は辺りを散策していたのですが、まさかあなたたちに会うとは。でもパイモンはどうして私がフォンテーヌ人だと思ったんです？メギストスがモンドのせいに聞こえないからでしょうか。うん、そうだぞ。まあ私も昔は自分のせいを持っていましたよ。いや、これは話さなくてもいいことですね。とにかくおばばに弟子入りした後、偉大なる先生術師になるための第一歩はそのせいに変えることだと言われまして、まあそこに関しては仕方ありません。おばばは優れた先生術師ですからね。言われた通り今のせいに変えたんです。でもその時はメギストスが古の一族を代表したものじゃないとは知りませんでしたが。あれ、違うのか。はい、メギストスは私やおばばが姓の代わりに使っていますが、一般的には偉大なるという意味で解釈されています。自分を称えるような言葉を名前に入れるなんて、まさかその部分も家系図に載せるつもりじゃないだろうな。ええ、そうなるでしょう。いずれにせよ将来弟子を持つようになったら私もそう名付けるつもりです。アストロマンサーバーベロストリスメギストスです。うえ、どんだけ長いんだよ。それも偉大なるって意味なのか。私の名前の意味は偉大なる先生術師モナですが、おばばの名前はそうですね、直訳すると三倍偉大なる声楽者といったところでしょうか。まあ先生術師特有の称号だと思ってください。三倍な、なんだか付け方が子供っぽいな。そうでしょ、おばばはそういう人なんです。最初はメギストスを使っていたのに、私を弟子にした後わざわざトリスメギストスに名前を変えましたから。2倍どころかそれ以上にするなんて。メギストスは私たちの専門分野で使われる名詞のようなもので、通常であればその役割は姓と同じです。わからなくても大丈夫ですよ。先生術を深く勉強する必要があるときに知っていただければ問題ありません。おいおい、ボロが壊滅的だぞ。でもそうなるとモナはフォンテーヌ人じゃなくてモンド人ってことでいいのか。ええ、私はモンド生まれですよ。両親はドーンマンポートに移住しています。私はある時期からおばばに連れられ各地を遊学して帰ってきた後、モンド城で暮らすようになったんです。そっか、ならよかったぜ。少なくともフォンテーヌの水に溶けることはないな。そういえば最近フォンテーヌでいろんなことが起きているのを知っていますよね。たとえこの国の人じゃなくとも、あの異様な水には近づかない方がいいですよ。なんだか嫌な予感がしますから。あの水はかなり厄介そうです。ええ、例の予言に起因していると言えますね。先日スチームバード新聞がコラム作家である私をフォンテーヌのシンポジウムに招待したんです。そこで最近流行っている予言について
先生術師としての見解を述べることになりまして、招待状はかなり前に届いたものでしたから、当時はフォンテーヌがこんな大変な状況になるとは誰も予想していませんでした。あの予言のこと、モナはどう思ってるんだ？先生術師の意見を、せめてそれが現実になるかどうかだけでも聞かせてくれないか？じゃないとオイラ不安で仕方なくって。確かに私は先生術師ではありますが、あの予言はフォンテーヌ、ひいてはテイワット全体の運命に関することです。それを確認することは世界全体を占うことを意味します。そのようなレベルとなると誰にでもできるようなことではありません。もし私にそれができるのなら、先生術師ではなく予言者と呼ばれるべきでしょう。ただ逆に考えると、あの予言には比類ない力があります。きっと強大な予言者によるものなのでしょう。その内容は世界の運命に関わるものであり、根拠がないからとないがしろにするのは絶対に間違っています。予言者、聞くからにすごそうだな。本当にこの世界にそんな奴が存在するのか？いますよ。そのレベルの占いでしたらおばばができます。おばばの姉妹たち、つまり魔女会にも似たようなことができる人がいるかもしれません。え、あなた本気ですか？わかりました。こんなに真剣なあなたを見るのは珍しいですし、私も協力しましょう。おばばに連絡できたらすぐに知らせます。ありがとな、モナって本当に頼りになるぜ。ふふん、私にしかできないことですからね。さあ、全力で私を褒めたたえてください。よっ、最も偉大な先生術師モナ様、オイラたちの知り合いの中じゃお前より星に詳しいやつはいないぜ。そうそう、その通りです。すまない、入り口の方から何やら騒がしい声が聞こえたんだが、もし何か手が必要なら気兼ねなくスピナディロースらに声をかけてくれ。まずい、テンションが高まりすぎて注意されてしまいました。それでは私は用事を済ませてくるので、情報があったらまた連絡します。モナのやつ、そそくさと逃げてったな。スピナディロースらの人がオイラたちのことを疑いの目で見てるぞ。オイラが代わりに行ってやらなかったら、今頃じとめで見られてたのはお前だからな。ったく、しょうがないやつだぜ。はっ、ひひ、わかったならいいぞ。起きれたけど、まだ少し眠いぞ。起きたんだな。約束通り、今日はヌビレットのところに行くんだろ。早く準備して出かけようぜ。お二人とも、やっと来ていただけましたか。お、何かあったのか？ヌビレット様とフリーナ様が揉めているようなのです。その様子を見てきてくれませんか？だから僕はもうはっきりと言ったはずだ。問題が根本から解決されていない以上、君と私の間ではいかなる言い訳も通用しない。失礼を承知で言わせてもらうが、自分の立場を理解していただきたい。君は水の魔人ホカロルスだということを、これを見るといい。ポワソン町の事故の犠牲者リストだ。この人たちは皆、今回は止められなかった。だが同じことを繰り返すのはこの私が許さない。
もう一度言う。知っていることを洗いざらい私に教えてもらおう。昨日ポア村長の近くにある古代遺跡で3枚の石板を見つけた。これについて心当たりは？なんだい、急に尋問するような口調で聞いて。僕は何も知らないぞ。でも今古い遺跡で見つけたと言った。ああ、それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在は分からず、残り3枚にはそれぞれ異なる絵が刻まれていた。全て予言と関わっていると思われる。予言？そのうち2枚目の石板には先代水神エゲリアが空に浮かぶ島に向かってひざまずき罪を告白するような姿が書かれている。これについても何も知らないと。知らないね、そんな石板見たこともないから。もう一度問う。君は先代水神と関わる情報を本当に一切持ち合わせていないのか。石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪、もしくは罪を辞任していた。これに関して一番知っているのは君のはずだ。どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で、僕は僕さ。知らないのも別に変なことじゃないと思うけど。君が焦っているのはわかるよ。でも悪いけど、本当に言えることは何もないんだ。フリーナ殿、こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が各方面の力を使い裏で何か調査していることは把握済みだ。様々な証拠が示している。君がずっと密かに予言について調べていることを。水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だがエゲリアの秘密を知らないといい、調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど浅はかではない。そして誠の愚者でもない。しかし君の行動は極めて矛盾している。ヌビレット、君はそんなに僕のことを気にかけてくれていたのかい。そんな風には見えなかったよ。君は僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。僕を尋問したり疑ったりしたところでまるで意味はないよ。君は最高審判官である以上、僕の部下であり僕に従うべきだ。君はただ僕という神を信じればいい。心の奥底で納得できるかどうかは別として、ただひたすら従えばいいのさ。いずれにせよきっとうまくいくのだから。うん、僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。おー、いけない、もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあまた。フリーナのやつ、オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。どうしたんだろう。顔は笑ってたけど、内心はオイラたちの盗み聞きに気づく余裕もなかったとか。ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。あれ、バレてたんだな。フリーナは気づいてなかったみたいだけど。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。事態をこれ以上放置するわけにはいかないというのに。しかしどうしても解せない。対話はコミュニケーションの基本だというのに、なぜ彼女はああも対話を拒む。事情を知る者であれば
誰もがフリーナには秘密があるとわかる。問題は態度だ。やむを得ない時が訪れるまで何も明かす気はないのだろう。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。それってどんな状況だよ。一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るものだ。水の魔人にそのような場所に立たせれば、あるいは。でもフリーナはこれまでたくさん審判を見てきて、質問を回避するのが得意だろ。ちょっとでも動きを見せればすぐどっか行っちゃうし、どうやって逃げられないようにするんだ。周到な準備と様々な勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる必要があるだろう。できればいかなる形であろうと、こういったことには加担したくなかったが、全ては予言を現実のものにしないために必要なこと。彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ全体が危機に瀕している今、神が持つ情報はあまりにも重要だ。そこに価値があるのならば、イチルの望みにかけるしかない。力を貸してくれる人物に心当たりがあると。よし、これでみんな揃ったぞ。にしてもこんなところに隠れるなんてよく思いついたな。ポア村長は最悪にあったばかりで、今は人が少ない。だから話し合いにはちょうどいいと思う。このマジシャン、オイラたちの隣に座ってさも当たり前かのような表情でお茶を飲み始めたぞ。家族は一緒に座ってひとときの安らぎを楽しむべき。ここでお茶をいただくのも悪くないね。どうかな、一杯。みんな話を聞いてちょうだい。それとも適当に誰かを選んでこの場を任せることにする？あんたはどう？無理だよ。じゃあヌビレットさんは？私がその役を担えば、この船を法廷のような雰囲気に変えてしまうだろう。ほらね、進行役はやっぱり地元の大ボス、つまり私がやらないと。これで私に注目してくれるね。前置きが長すぎる。確かにそうだけど、とにかく私たちの共通の友人である旅人がみんなを集めて今後のことについて相談したいんだってさ。具体的にはそうね、みんなで力を合わせてトラップを一式仕掛けるの。へえ、なんだか面白そうだね。でしょ。まあトラップっていう表現はついさっきクロリンデから聞いたのをそのまま使っただけなんだけど、急にみんなの前で話すことになったからさ、具体的な内容は彼女に説明してもらいましょう。さあ拍手。はあ、自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ。これを機に鍛えておけば、職場でも気の利いた言葉を自然と使えるようになって、上司からも贔屓してもらえるんじゃない。そうか。では上司はどう思いますか？上司と認めてくれるとは光栄だ。精進するといい。では皆、狩りをしたことはあるか？ないと思う。小さい頃フレミネと一緒に木の棒とカゴでノウサギを捕まえたことがあるよ。リネットは？そうそう、その日は体調が悪くて参加できなかったんだよね。
魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえたことあるけど、それもカウントする？うん。であればどれも本当の狩りとは言えない。みんな聞いたことないかもしれないが、フォンテーヌには昔ファントムハンターというチームがいた。ただ彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではなく、古代のレムス王朝が残した多種多様な魔物だった。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ、他の武装勢力に所属するようになった。そんな彼らはフォンテーヌ人のために独特な狩猟方法を残している。トラップを構成するものは次の3つだ。おとり、トリガー、拘束装置。獲物を処理する必要があれば、それに処刑器具も追加される。今ここにいる皆がトラップを作るとしたら、どんな構造のものを選ぶ？僕はやっぱり鳩とかウサギが餌に誘われる感じで自然と入っちゃうようなカゴ構造のトラップが好きかな。僕たちが仕事するときみたいにほんの少し細工する必要があるけど、まあこれでも僕たち3人とも業界内じゃ実力者で通ってるから、それくらいの腕は持ってるよ。じゃあボア村長の住民の避難を手伝ってた時も同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。うん、そうだね。おまけに並行してその一帯の情報も整理してたんだ。僕はそんなにすごくない。コツコツとした方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると魚が手の届くところまで泳いでくる、そういった感じのがいい。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよな。心を落ち着かせるのって何よりも大切だし。私は二人のアシスタントをやる。脳ある鷹は爪を隠すというものか。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い出してたのを見たことあるんだ。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば、同類はおのずとついてきてトラップにかかる。ヌビレットさんはどうですか？私はあいにくそのような経験を持ち合わせていない。それもそうでしたね。あなたは腕や細工に頼ることなく、直に問題を解決することがほとんどでしたから。でしたらもう一つ質問させていただきます。もし今私たちが大掛かりなトラップを作るとしたら、それはどんな形であってほしいですか？効果的でありながらも獲物をひどく傷つけるものではなく、また優しいものであってほしいと願う。慈悲深いお方だ。ただそれは拘束装置と処刑器具の設計に関わってきます。一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。そして注意深く見張らなければならない獲物に対しても同じ選択を取る。どうして？獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ、命を傷つけることなく獲物を掌握できるからだ。生と死は往々にしてわずかな一年の差でしかない。つまり僕たちは今から狩りに行くってこと？この例え方はオイラたちも予想してなかったな。納得できそうでなんか違うような気も。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば、私たちのやることは似たようなものだ。高みに座す神を裁くのなら、狩猟の100倍は胆力が必要となる。なるほど。なんだか面白そうだ。
ここ数日ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。ふぅ、あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど。ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも他の奴らはせいぜい驚いた程度だったぞ。え、おいらか？こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でもお前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって他の奴らがどんなに頼もしくても、オイラからするとお前ほど信頼できる奴はいないからな。ヒヒッ。で、あれ、お前いつの間にお茶なんか入れたんだ？オイラ気づかなかったけど。じゃあなんだこれ、見たことないコップだよな。そう緊張しないで、ただお茶を飲んでいるだけだから。さっきは喋ってなかっただけよ。うわあ、誰もいないのに声が聞こえるぞ。私の声もう忘れたのかしら。え、待てよ、この声確かにどっかで聞いたことあるような。あ、お前ってスメールにいた時わけもなく空から聞こえてきた声だろう。わけもなく空から聞こえてきた、その言い方間違ってるようで正しいわね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。予言は当たるわ、必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。そんな、だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットの全てがそう簡単に変えられると思う？へえ、気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？あなたがこれから見る様々な出来事は果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうでスケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを、テイワットの未来がどうであれ最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。さてと、いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。聞こえるな。
しょうがない、オイラが見てきてやるぜ。何言ってんだよ、起きたばっかでどうせお前は何もしたくないだろ。だからオイラが代わりに動いてやるだけだ。帰ってきた途端あなたたちの掛け合いを聞けるなんて、二人はいつも賑やかですね。ルナ、まあまあです。スチームバード新聞に行って以前話したシンポジウムに参加してきました。思ったより楽しかったですよ。フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。もしかしてそれって髪がピンク色の記者じゃないか。そうです、あのシャルロットです。あなたも覚えていますよね。考えたことをそのまま実行し何でもかけてしまう有能な記者です。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません、試しては見たものの、ここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。え、本当ですか。うそ、そんなことがあるなんて。神の視線にも資格があるって言ってたよな。肝が座ってるやつだぜ。普通神は万能だって思うはずだろ。魔女会のメンバーであればおそらくただものではありません。 N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。方向感覚に優れていて、道に迷っている人を導くのが好きだとか。でも私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。うひぃ、魔女会の人って恐ろしいな。みんな元気いっぱいなのかな。能力だってそれはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。うぅ、でもオイラあいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ転機があると伝えたいのでしょう。しかしその転機がいつ訪れどういったものかについては言及していません。まさか今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。旅人パイモン、大丈夫ですか。大丈夫だぞ。けどオイラちょっと息が詰まりそうで、なんだか世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。私の目に映る範囲では運命が決して揺らぐことはありません。しかしそれでも私は奇跡を期待し信じています。占星術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で時に美しいものでもあるんです。おそらく N はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない、目の前にあるものが必然的な結末とは限らないことを信じるべきなのでしょう。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのため貢献したいと思います。最後の瞬間まであがかなければ、どう胸を張って結末を迎えられるというのでしょう。おお、
確かにその通りだな。ああ、私としたことが、また先生術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。そろそろ帰ります。あなたを少しでも勇気づけることができたのなら無駄口ではなかったようです。私はあなたが私と同じようにあがく人を助ける方だとずっと信じていますよ。きっとそのせいなのかもしれませんね。私たちがいつも偶然出会っているのは。なんだか今の言葉を聞いてたら胸の奥がキューってしてきたぞ。感動と悲しみがごちゃ混ぜになってる感じだ。旅人、おいら急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか。街中を歩きながらいつもよく通る場所を見て回ろうぜ。あれ、新聞にオイラたちの名前が載ってるぞ。どれどれ。水の下のメロピデ要塞はその気高くも自由で独立した運営体制を貫き続ける。だが誰もそれに関われないかといえばそうではない。先日記者はメロピデ要塞に潜入しようとするもかなわず。え？あいつまだメロピデ要塞に入ることを諦めてなかったのか。ある違法の友人が今回の記事の中心となる。金髪の冒険者と白い妖精は行く先々で話題が絶えない。その謎めいた彼女は水中要塞に入ったことがあるという。探ることのできないメロピデ要塞の内部。しかし違法の旅人の物語は魅力と驚きで満ち溢れたものであることをお忘れなく。記者シャルロットの生涯の傑作、旅する姿、世を渡り歩いて。おお、シャルロットのやつ、オイラたちのかっこいい写真を裏でこんなに撮ってくれてたのか。オイラ全然気づかなかったぞ。でも結局メロピデ要塞の情報を手に入れられなかったんだろうな。それで会いやすいオイラたちの写真を撮って記事にしたんじゃないか。あいつ、ま、写真もうまく撮れてて見出しもインパクトがあるから許してやろうぜ。着いた着いた。オイラお腹空いたぞ。入ってご飯を食べようぜ。おい見ろ、あれってあの一日限定16個しか販売してないケーキだぞ。前に食べた時はあんなにピリピリした空気の中でも美味しかったんだよな。今日食べたらきっともっと美味しいはずだぞ。すみません、ケーキを一ついただけますか。君たちもケーキを買いに来たんですか。ヌビレット様の言葉を借りれば舌が肥えているようですね。え、ヌビレットがそんなこと言ったのか。ええ、ヌビレット様にも好き嫌いはあるんですよ。私の場合ここのコーヒーとケーキが特にお気に入りなんです。へえ、お前ってよくここに来るのか。基本毎日必ず一回は来ていますね。毎日。毎日すべきことは仕事以外にケーキを食べてコーヒーを飲むことくらいですから。おお、じゃあもしある日もうすぐ閉店するから二度とここのケーキは食べられないって言われたらお前はどう思う。なんで閉店するんですか。おいらにもわからないけど、多分
明日になったら水が上がってくるから、例えば予言にあったみたいに。予言、私はあんまり気にしたことないんですよね。でも、もし明日食べられなくなるとしても、今日も必ずケーキを食べますよ。人間がご飯を食べるのと同じです。明日たとえ食べられなくても、今日食べられるのなら食べ続ける。人間はこれを生活と呼んでいます。そっか。そう悲しまないでください。あの、ケーキを2つテイクアウトでお願いします。さあどうぞ。この2つは君たちへのプレゼントです。人間のそういう顔は悲しい顔だってシグウィン先輩から前に聞きましたから。シグウィンと知り合いなのか？ええ、先輩は私より早く生まれました。たまに地上に来ては人間に関する知識を教えてくださっています。先輩が言うには、人間は傷つきやすい生き物で、笑顔になるには美味しいものを食べないといけないそうです。ですから、ここのケーキを食べてみてください。では、私は他に用事があるのでお先に失礼します。二人とも、ケーキを食べて元気を出してくださいね。さようなら。行っちゃったな。このケーキ食べようぜ。きっと美味しいはずだぞ。やっぱり前回より美味しかったな。ケーキを食べた後のお茶の香りも余韻がすごい良かったぜ。明日もまた来たいな。これからもここの美味しいものを食べられるといいけど。ちょうど新聞社の近くに来たし、シャルロットのとこに行ってみようぜ。あれ、旅人にパイモン、もしかして私が書いた記事を見てくれたの？よく言うぜ。オイラたちをネタに原稿料を稼いだんだろ。それなら心配いらないわ。君たちがこの前ポア村長にいるって聞いて記事の件で手紙を送ったの。けどその様子だとまだ受け取ってないみたいね。安心して、君たちの取り分はちゃんと取ってあるから。それにご馳走も用意してあるの。本当か？やったぜ。シャルロットっていいやつだな。パイモンって賄賂に弱すぎじゃない？私が意地悪な記者だったら損してるわよ。ひひっ、そんなことしないだろ。でも今日はまた急にどうしたの？何か用事かしら？モナからお前の話を聞いて、その仕事ぶりを見たくなってここに来たんだ。君たちもうフォンテーヌで会ったのね。それで私のことを話してたんだ。なんて言ってた？考えたことをそのまま実行する有能な記者だってさ。それはよかったわ。で、その有能な記者は名高い旅人とパイモンに独占インタビューする機会をもらえるのかしら？あれ？今日の新聞に載ってたやつがそうじゃないのか？うん、あれは写真だけでインタビューは載ってないから。二人には旅での経験や生活の心得とかを詳しく聞かせてほしいの。そうだぞ。そのオイラたちなんかでいいのか？もちろん、私がいいって言ってるんだから十分ってことよ。でも今じゃなくて、あと数日準備をさせてちょうだい。おう、じゃあ時間ができたら話そうぜ。それってオッケーってことで？やったー！早速編集長に報告しなきゃ。あとは照明や場所、セットも抑えないと。この辺で失礼するわ。じゃね、また連絡するから。あ、シャルロット、オイラからも一ついいか？あ、なに？もしもの話なんだけど、万が一明日フォンテーヌ
が沈むとしたら、お前は今日何をする？予言で出てくるあれね。よくその話を聞くけど、それがもし明日だったらなんて考えたことなかったわ。もし本気で聞いてるのなら、何かしら方法を考えてフォンテーヌを離れるかも。でもそれ以前に、私は記者であり前線に立つ義務がある。それに故郷のことをそう簡単に見捨てられるわけがない。私の見立てだと、ほとんどの人は実際に危険が訪れるその瞬間まで自分がどう行動するかなんて予測できないと思うの。そういうことを考えるくらいなら、きっと成り行きに任せた方がいいんでしょうね。だから私は多分新聞社で君のインタビューをまとめてるかな。かわいそうだなんて言わないでよ。自分が好きなことをするのが一番なんだから。ほら、考えてもみて。この国は明日滅亡する。それでも私はこの世に一つしかない記事を書いてる。私が書いたものは唯一無二の物語になる。そうでしょ？で、次に何をすべきだと思う？もちろん一刻も早く記事を書き上げて印刷してもらって、そして伝書鳩でコピーを世界中に届けてもらうの。私は無双家でも仕事人間でもない。ただ自分の仕事が好きで、そういう記事を残せることを誇りに思ってるだけ。私って生まれながらにして記者になる運命だったのかもしれないわね。うん、これがシャルロットの答えよ。それじゃあ仕事に戻るね。いいな、急に羨ましくなってきたぞ。もうちょっと近くで海を見てみようぜ。潮風に当たりながら海の景色を眺めるのって結構気持ちいいな。もしフォンテーヌだけじゃなくて、明日滅ぶのがテイワット全体だったら、オイラたちはその時どこで何をしてるんだろうな。いや、もし何をするか選択できるなら、お前は何がしたい？ずっと前を向いて進んできたから、全然こういうのって考えたことなかったよな。あてもなくずっと歩いて、ずっと旅をしてる。まだ旅をしてるのか？なんだ、それってずっとやってきたことじゃないか。メロピデ要塞よりかはまだマシか。あそこは湿っぽいだけじゃなくて、ちょっとしょっぱい感じもしたもんな。お二人ともまだここにいらっしゃったのですね。よかったです。え、お前は確かパレメルマニアの。ええ、イサドラです。この間もヌビレット様に頼まれてお二人をお尋ねしましたね。お二人はメロビデ要塞に行っておられたと伺いました。とんでもありません。ヌビレット様のご友人だということは分かっていますよ。今回もヌビレット様からの伝言をお伝えしに来たのです。今朝歌劇場で事件が起こったのです。マレショーゼファントムはこれを小規模の暴動であると定めました。暴動？私はそこまでのことではないと思っているのですが、フリーナ様が歌劇場で公演を見ていらっしゃったところ、幕間の休憩時間に観客たちが突然フリーナ様を責め始めたのです。予言の危機に対して何の行動も取らなかったと大声で。するとフリーナ様がまだ答えもしないうちに、
他の観客も感情に任せて彼女を責め始めました。応じる人はどんどん増え、歌劇場で水神様に対する弾劾がなされました。フリーナに矛先が向けられ始めたのか。長い間予言のせいで募ってた不安の吐き口をやっと見つけたってところか。ええ、人々は当たり前のように神を頼ります。そして安心感を失った瞬間、彼らが初めに攻めるのもまた神なのです。え、あいつ大丈夫だったのか。フリーナ様は手に負えなくなりそうな場の空気から弁解したところで意味はないと思われたのか、興ざめしたとだけ言い残して慌てて歌劇場を去っていかれました。マレショーゼファントムの者たちは秩序維持に忙しく、フリーナ様がどちらに行かれたかには注意を払っていませんでした。ようやく落ち着いた頃にはフリーナ様の姿はすでになかったのです。それじゃフリーナは消えちゃったってことかよ。はい、マレショーゼファントムが人手を割いてお探ししているのですが、まだ手がかりの報告はありません。でも私は心配ないと思っています。あの方は神様なんですから、たとえボートの手に落ちても人間の力ではどうすることもできないでしょ。はい、ヌビレット様からは状況をお伝えするようにとだけ申し付けられておりまして、他は特に何も。いや、情報ありがとな。これで十分だ。そうですか、わかりました。それでは先にパレメルモニアに戻らせていただきますね。お二人ともお元気で。よし、オイラたちは早速ポア村長に行こう。こういう時フリーナは解決に向けて動くでもなく、どっかに隠れるに違いないぜ。でもオイラたち、フリーナは大げさで大雑把だけど冷たいやつじゃないってことも知ってるだろ。前回ヌビレットがあいつをパレメルモニアまで呼んだ時だってそうだ。ポア村長の災害の状況を聞いたフリーナは悲しみと自責の気持ちを隠しきれてなかった。まして今日は民衆の前で責められたんだから気にしてないはずないと思うぞ。あいつは今きっとこっそりポア村長に行って自責の念を紛らわそうとしてる。その可能性が一番高いぜ。どうだ、オイラ答えをひらめいただけじゃなくて自分の力でここまで分析できたぞ。すごいだろ。ひひ。じゃあこんなところでぐずぐず時間を無駄にしてないでポア村長に向かおうぜ。